いやもう絶対手に入んないと思ったもん。というわけでゲットできましたトリロバイトマギアでございます。皆さんご機嫌いかがでしょうか。ライス定食です。こちらはですねソード AI06 にラインナップされておりました5番のトリロバイトマギアなんですけれども、トリロバイトマギアこちらねやっぱね数たくさんね並べたいお客さんが多かったのか売り切れ続出のようで全然売ってないんですよ。実際僕もですねもう結構な店舗回りました。この外出自粛期間ということもありますから買い物ついででしかねさすがに行こうとはしてなかったんですけれども、それでも全然見つからずにですね困ってたんですが、なんと1個残ってる店を見つけましてですね、ゲットすることができました。本当はね僕もたくさん並べたいという欲はあるんですけれども、まあね1個だけでもゲットできればね幸せなもんかなと思います。そしてもっと言うとですねこれの7番ですねにオプションパーツセットってのがあって、それがないとね武器がないのよね。なんで肉弾専用の捨て頃で戦うトリロバイトマギアしかないんですけれども、まあね、それでもいいかなという感じなので、これ開けていこうと思います。で、これ1個だけで動画っていうのもなんだったんで、これがね、これを買った時に流れで、空いてるホビーショップがあったんですよ、近くに。なんで、そこ行ったらね、これが売ってて、これ、何年前？だいぶ前だと思うんだけどね、デジタルグレードっていう、HG の1個上を目指した、なんかシリーズかなんかなんですよ。それのね、ディエンドがあったんで、ディエンド僕好きなんで、ちょっとこれ買ってきましたね。これもちょっと見ていこうかなって感じです。まあ、これに至ってはもう、それこそホビーショップとか、通販じゃないともう手に入んないぐらい昔のもんなんですけれども、まあ、ちょっとね、それも並べてですね、見ていこうかと思います。はい、というわけで完成いたしましたトリロバイトマギアでございます。見ていきましょう。すごくない？顔と肩と胸とかなりガチガチに塗装されております。すごいいい感じですね。ただシールも多くてモジュール部分、この脇腹のところ、ここの腰で、足がね、前部分はほぼほぼシールでございます。ちょっと僕のね、シールの張りが甘くてよれちゃってるけれども、でもね、かなりいい感じでございますよ。このさ、ショッカー戦闘員の頃から受け継がれた的なシンプルなデザインはかなりいい感じですよね。で、顔のこのパーツ見てもらったらわかるんですけどね、塗装を塗られつつも、モールドもものすげえしっかり入っててさ、いやー、これは確かにさ、5、6体並べたいよね。かなりいい感じでございますよ。後ろはもうがっつりね、塗装の省略されておりますが、まあ真っ黒ですけれども、モールドも入ってますし、肩は全面塗られてますから後ろまで来てますし、シールまでぐるっと貼るタイプのものは少し見えたりとかしてますね。で、今回台座の付属がありませんけれども、代わりに手首パーツはついてますので、手首はなくすの注意ですね。ほんで、肩パーツがどっかに行ってしまったこの以前ラインナップされた01の騒動ですけれども、当然ねこれとこれ刀身が合いますので大きさも同じぐらいになっておりますし、このね格闘シーンとかを再現するんであればやっぱりねこれ両方持った上でやっぱ殴り合いをさせた方がいいかなって感じがしますね。そして01にパンチをさせた上で並べてみるとこんな感じでございます。かなりシーン再現できるんじゃないでしょうか。ライス定食。続いてこちらのデジタルグレードのディエンドも開けていきましょう。さっきいろいろ調べてみたんですけれども、これはね2010年のガシャポンで発売されたものらしいです。当時はね第4弾ぐらいまで続いたシリーズらしいんだよね、このデジタルグレードってね。なんで、まあまあそんなに長続きしなかったシリーズではあるんだけど、一応ハイグレード、その HG と比べるとかなりいい感じでデザインされてるもんです。すごくない？ディエンドライバーとかすごくない？これカードまで入ってるよ。うわ、やば。ほぼさ、塗装省略ないよね。すげえ、これ。いや、この前の HG の色のさ、塗装省略が結構激しめだったから、それと比べるとやばいな、これ。で、中に入ってたやつを見ると、サイクロン浄化エクストリーム、アクセル、ディエンド、アルティメットフォーム、ダグバーとなってますね。ラインナップもかなり豪華だな。なんかあれだけどね、ちょっと退職とかしそうな感じはしますけど、最近すげえ退職気にすんな、俺も。でもさ、10年経ってさ、これだけ色が残ってるってことは、ディエンドはかなりいいな。ちょっと他のね、色はわかんないですけど、赤とかすごく退職しやすいから、アクセルとかちょっと怪しいですけれども、これやばい。買ってよかった。これはかなり気に入りましたね。
台座に関してはかなり簡易的なものですね。足にガチッとはめるタイプのやつですね。今はね、名前まで入ってるやつがドーンってありますから、それと比べるとちょっとチャチーかな。そして先日レビューしたシャイニングアサルトホッパーですけれども、これと比べると色の数もう一目瞭然ですね。ディエンドの方が、まあデザインはね、こっちに比べてシンプルってのはありますけれども、後ろがね全く塗られてませんからね。こっちすごいもんな、がっつり塗られてるもんな。いやー、やっぱまあデジタルグレードっていうことでね、 HG と比べるとまあさらにね、力を入れて作られてたシリーズっていうこともあるんだと思いますけど、これはすごいのをゲットしましたね。というわけで、トリロバイトマギアの、ソード、そしておまけの DG のディエンド、本日はご紹介いたしました。2つともね、なかなかゲット難しいかもしれませんけれども、気になった方はぜひチェックしてみてください。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。